リッチモンドはアメリカ合衆国ロードアイランド州の南部ワシントン郡の中央部の町である。2010年の国勢調査では人口7708人だった。州内39市町のうち人口では少ない方から7番目である。リッチモンドの町内にはアルトン、アーカディア、バーバービル、カロライナ、イーストアヨミング、ヘイガーデン、ヒルズデール、ホープバレー、ケニオン。 シャノック、タグホロー、ユスクポーグ、ウッドリバージャンクション、ウッドビル、ワイオミングの各ビレッジのその全体あるいは一部が入っている。ウェストキングストンのビレッジはリッチモンドに入っていないが、やはり街との関連で扱われることが多い。リッチモンドの街は当初、ウェスタリーの長域に入っており、ロードアイランド、コネチカとマサチューセッツの各イギリス領植民地の間で、 数年間境界論争があった場所だった。1665年、イングランド王チャールズ2世が論争のあった3つの植民地に対する認証を解消し、直接統治を始め、その地域をキングスカウンティーと改名した。1669年5月、ロードアイランドとプロビデンスプランテーションの議会が、キングスカウンティーをウェスタリーの町に編成返した。 その後、ウェスタリーの町は、ウェスタリー、チャールズタウン、リッチモンド、ホプキントンの4つの地域に分けられて組織化された。リッチモンドは1747年に別の独立した町として法人化された。北には、エクセター町、西には、ウッド川、東は、エクセターとサウスキングスタウン、南は、ポーカタック川と接した。 ロードアイランド南部が植民地化され、イギリスが支配する以前、ウェスタリー、チャールズタウン、リッチモンド、ホプキントンにまたがる地域には、ナラガンセット族インディアンが住み、支配していた。ウッド川バプティスト教会の記録は1723年まで遡ることができ、1709年の土地上と権利省に言及がある。リッチモンドでは、 アメリカ合衆国史の中でも最悪クラスの列車事故が起きた。1873年4月19日、現在はウッドリバージャンクションと呼ばれるリッチモンドスウィッチのビレッジで橋が流されることがあった。旅客列車が接近し、橋が流出したことを知覚できないままに突っ込んで水中に飛び込んだ。死者11人が記録されているが、他にも 下流まで流されたものもおり、その数はわかっていない。州内最大の祭りであるワシントン軍祭は1970年からリッチモンドで開催されている。2007年、元住人のカーク・ダブリュー・ハウスがアーカディア出版のアメリカのイメージシリーズで歴史的写真集リッチモンドを制作した。リッチモンドは州都プロビデンスの南35マイルに位置している。 陸地の大半は森林であり、陸に囲まれた町である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は40.8平方マイルであり、このうち、陸地40.6平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は0.57%である。リッチモンドは南にチャールズタウン、北と北東にエクセター、西にホップキントン、南東に、 サウスキングスタウンと接している。ワシントン軍の中で他の軍または海洋に接していない唯一の町である。町内の2359エーカーの土地を州が所有し、カロライナ管理地域として野生生物の食料と生息のために管理している。カロライナ管理地域は主に1416エーカーの森林だが湿地や農業用地も入っている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。リッチモンドの失業率は昔からロードアイランド州全体よりもかなり低い。月によって州内最低のレベルにある可能性が強く、年末の平均を取れば最低であることが多い。仮にリッチモンドがある期間で最低になっていないとすれば上位に来るのはナラガンセット、ジェームズタウン、バーリントン、 入手はハムの拡張の可能性が強い。リッチモンドは町名を使っている場所に郵便番号がないことでは、ロードアイランド州で数少ない自治体の一つである。町内には7つの郵便番号があり、それぞれビレッジに使われている。カロライナのビレッジは02812、ホップキントンに入るホープバレーは02832、ケニオンは02836、シャノックは02875、 サウスキングストンに入るウェストキングストンは02892、ウッドリバージャンクションは02894、ワイオミングは02898である。このことでリッチモンドは知名度の低い町であり、地方の地図や地図帳であっても町名が記載されるのは稀である。このためにリッチモンドの住人は町ではなく各ビレッジに属するものと考えている。しかしアメリカ合衆国郵政省は リッチモンドにある7つの郵便番号のうちの6つについて宛先としてリッチモンドを受け入れており、例外はウッドリバージャンクションのみである。ロードアイランド州のその他の自治体でこのような状況にあるのはバーリルビル、グロスター、ニューショアハム、シチューイット、サウスキングスタウンの各町である。リッチモンド町の政府は5人の委員で構成される調整委員会が指導しており、 委員会は、リッチモンド町役場で議長が開催している。教育管理のために、隣接するチャールズタウンとホップキントンとともに、チャリホ地域教育学区のメンバーとなっている。2007年5月、リッチモンドの有権者は、自治検証委員会を創設する住民投票を行って承認した。この委員会は、その後リッチモンド自治検証を作成し、 調整委員会が2008年11月の投票で、その採択を全会一致で承認した。住民投票は、賛成70%、反対30%だった。ロードアイランド衆議会が2009年5月20日に、それを承認し、2009年5月28日に、州知事、ドナルド・カーチ入リが、その署名なしに法となることを認めて、有効となった。この検証は、 以前の政府の大きな側面を引き継いでいる。5人の委員による調整委員会とその一人の議長、選挙で選ばれる長事務官、財政委員会と毎年開催される財務、タウンミーティングである。大きな変更は調整委員の任期を2年間から4年間に変更したことであり、2010年11月に有効となった。また町管理官を創設し、 直接調整委員会に報告することとなった。街に来る人はリッチモンド空港で小型飛行機を利用できる。ウェストキングストンのビレッジという指定があるがリッチモンド町内にある。ありがとうございます。